なんや、お金くださいよ。今日の仕事の分です。通訳の仕事。ああ、その金か。うん。お金もらわず帰ったら奥さんに追い出されます。奥さん怖いんか。はい、とっても怖いです。青木さんと同じ。なんで俺が怖がらなあかんねん。奥さんが青木さんの頭叩いてるの見ました。どうしたんや。変なことを言うガキが来てるんです。車で誰かを引いたような気がするけど、その引いた相手がいないって言うんです。帰らせんかい。いいんですか。当たり前や。俺ぐらいの経験があったら、あいつらの頭がおかしいぐらいすぐわかる。お前まだまだ勉強が足りんな。帰らないって言ったらどうしましょう。脅かしたれ。留置場で過ごす夜がどんなもんか知りたいかどうか聞いたらすぐ帰りよるわい。お、まだおったんか。青木さん、お金くださいよ。わかったわかった。俺がうちのやつに叩かれたことは誰にも言うなよ。わかりました。青木さん、これ1000円です。3000円くれるって今朝言いました。今日はうまくいかんかったやろ。でも青木さん、いらんのやったら別にええんやで。お前、ケチなんや。